レオ君となんとなんとなく成田空港に着きそうなレオ君がすごいです。運転中で2008年ランクス、2004年ビッツ。そう、僕はこの車に乗って2回目のスーパースーパーリッチなお客さんです。なんと次の車は何でしょう、クリス。2012年、ほぼオリンピックの時に僕は慣れたり飛んでるんですけど、果たしてレオ君の車は何でしょう。フェラリ。答えは2012年。